ここにもいないのか。まあまあ、こういうのは訓練だと思ってください。ひょっとして毎日こんな訓練をされているのですか？あの一体、困った、ネイル式を見つけたとして素直に協力してくれるのかしら。協力してくれなくても説得するしかないだろう。ねえねえ、ここも見てみようよ。暴れていいわ。また面倒くさいやつだ。自分に出てくるのは心臓に悪いから勘弁してほしいわ。力を貸して。後ろに下がって。食らえ。
彼らは。ああ、女神様、ありがとうございます。おやおや、ここで皆さんに会えるとは夢にも思いませんでした。任務を受けてここに来ました。司教はどうしてこちらに？駐屯地から移動になりましてね。しかし皆さんと私の間には何かのご縁があるようです。司教、単刀直入に言わせていただきます。ここ一帯を調査できるよう許可をいただきたいです。モンスターばかりのこの一帯で調査、何をお探しでしょう？かつての状況と似た何かを感じますね。しかしこれも女神様から賜ったご縁、ご自由に調べていただいて構いません。何か見返りは必要ないのですか？ええ、ああ、いや、しかしそれではあなた方の気持ちが張りませんか？では要塞までご同行願いますか？安全に移動できるように道を開いてほしいのです。その程度であれば問題ありません。ご協力ありがとうございます。では行きましょうか。恐ろしいモンスターがいるかもとか思ったけれど、この程度で本当に良かったのかな。おっと、もうモンスターが来ましたか。逃げてみます。ではお願いしますね。暴れていいわ。好きにしてやっつけちゃって逃げてみなさい。教団でも喉から手が出るほど欲しいです。嫌に好意的だな。なんということでしょう。要塞の中にまでモンスターが入っていたなんて。少しここで待っていてください。皆さんのおかげで安全に移動できました。約束通りここ一帯の調査を認めます。こちらがその許可証です。あれ、この間もらったのとそんなに変わらない？おや、それをまだお持ちのようでしたか。さて、ここでの要件は終わりですね。では失礼します。いってらっしゃい。あれはまさか王国軍の兵士？
どうした？気を確かに。私ももうすぐ放ってしまう。どういうこと？あなた所属は？死にたくない。暴れているわ。王国軍に奉仕なのですか？叱ってやって。な、何これ。丸見えだわ。にどこから現れたんだ？弟子にはならないですね。やっつけちゃって。暴れていいわ。俺が相手する。負けない。見せてやる。行くぞ。しっ、終われ。どういうことだ？なんで急に兵士が？私も気になってしょうがありませんね。あのモンスター、いや兵士は王国軍所属なのですね。兵力を補うために化け物までも兵士にするとは。いやはや、一体王国は何を企んでいらっしゃるのでしょうか？なるほど、教団とはかような団体ですか。王国軍の兵士を教団がもてあそんだのですね。随分と人聞きが悪い。教団への冒涜は女神への冒涜。あなたもご存知のはずですよね、元教団のフィオナさん。とにかく私はこの件については何も知りません。根拠もなく疑うのはやめていただきたいものです。兵士を安全なところへ運ぼう。聞こえますか？ダメですね、意識が戻りません。間違いない、あの男の態度といい、間違いなく教団の仕業だ。この症状に効く薬はあるのでしょうか？やはりこの人もそうか。あなたは？私が手伝う。こちらへ。手伝うとは何をしてくださるのですか？彼の治療薬を作る。私にはその手段がある。
どんな手段ですか？その前に私の頼み事を聞いてくれると約束してほしい。そうしたら治療薬を作るから。加えて今君たちが見たもの、発生している事象、全てを教える。悪くねえ。だがその頼み事ってのはそれほどヤバいんだな。まずは頼み事の内容からお聞きします。私がここから逃げられるよう手伝って。逃げる？教団からですか？そう。理由は？教団の裏を知ってしまったから。教団の裏ですか？で、約束してくれるの？わかりました。約束を守りましょう。ただし絶対にそちらも約束を守ってもらいます。女神様の名にかけて誓う。教団から逃げたい奴が女神の名を出してどうすんだ。時間がない。治療薬の材料を書いた。これを持ってきて。すぐに取ってきます。3つの材料が必要なのか。いや、まずは目立たないところに移動しましょう。凝縮した結晶ですか？霧の要塞のモンスターから取れるみたいです。じゃあモンスターをじゃんじゃん倒そう。どいてください。えへい。これでいいのかしら。おっと、闇の結晶が少し足りないか。もう少し集めよう。本当にこれで治療薬が作れるんでしょうか？私たちは彼を治す手段を知らない。あの人にかけてみるしかない。ひゃっ。聞いて。そうね、とりあえず。ひゃっ。
呼んだか弟子よ。何を言ってるんだか。やっつけちゃって。暴れていいわ。隠れて皆さん丸見えだわ。期待しているわ。材料はこれで良さそうだ。あの兵士、なんとか耐えていてほしいな。よし、これで準備はバッチリのはずです。あいつらも倒して戻りましょう。吹き飛ばしてやろう。ジョー様、私食べ物じゃないってば。あっち行って。おい、さすがに今回は本当に壊れそうだから隠れてろ。丸見えだわ。暴れていいわ。隠れて逃す。期待しているわ。俺を信じて。力を貸して。リーヤさんのところへ戻ろう。材料は？言われた通り全部持ってきましたよ。これで問題ない。助かる。治療薬を作ってくる。ここで少し待ってて。うん。お姉ちゃん、あの人が見た教団の裏って私たちが見たのと同じかな？わからない。私たちが見たのは氷山の一角だったのかもしれない。彼女は私たちよりも長く教団にいただろうに。脱走したということは
耐えられない何かを見てしまったのか。あの人、何を見たのかな。これが治療薬。あの兵士に飲ませてみて。すごい。兵士の顔の血色が良くなってきています。すっごい効き目だね。さて、早速で悪いが、説明してもらえるだろうか。この兵士に何があったのか、他の兵士がああなってしまったのか。心配しなくても、約束は守る。長い話になる。説明したいけど、ここは人が多すぎる。次の要塞で落ち合おう。そこまで同行してくださるんですよね。そんな簡単なことじゃない。なぜかというと。おや、リーヤさん、ここにいたんですね。司教。ここで何をされているのです？リーヤさんにはやるべきことを与えたはずですが。はい、今から向かうところでした。うん、皆さんはこれからどうされるのですか？あの兵士を安全なところに連れて行き、次の要塞へ向かいます。ではご案内しましょう。許可証もいただきましたので、そこまで気を使われなくても。いやいや、先ほどは皆さんを不愉快にさせてしまいましたから、お詫びと言ってはなんですが、これくらいはさせてください。すぐに出発しようとしていました。大丈夫です、私も準備ができていますから。では行きましょう。では兵士は私がキャンプまで送ります。すぐに追いかけますから、出発していてください。やけにしつこいな、あいつ。明らかに怪しい。警戒を怠るな。暴れている。リアさんとは何の話を？久しぶりでしたので、ただの挨拶ですよ。なるほど。挨拶の割には長くお話しされていた気がしまして。逃げてみなさい。ちょっと好きにしろ。やっつけちゃって。リアさんとの話を盗み聞きしていたのかしら。そう仮定して対策を練っておいた方がいいな。ここも邪魔者ばかりですね。下がっていてください。いつまで繰り返すんだよこれ。隠れてみなさい。
君のためなら。どうもありがとう。逃げてみなさい。また会いましたね。どうした？嬉しいです。はい。はい。嬉しいです。はは。そっか。待って。ひゃっ。やっつけちゃって。力を貸して。ありがとうございます。元気でね。では。ウィン。その。仕方ない。ひゃっ。やっつけちゃって。暴れていいわ。隠れてみなさい。丸見えだわ。と期待しているわ。逃げてみなさい。と君
ためなら。どうもありがとう。簡単すぎるわよ。そうだな。確かに。でも、待って。面倒ごとは。ああ。うん。そうだわ。ああ。うん。え？そうだ。素晴らしい。くそ。うん。とりあえず、うんうん、本当？うん、じゃあ。なあ、こんにちは。なあ、うん、待って、うん、聞いて。ありがとうございます、うん、ひゃっ。期待しているわ。やっつけちゃって。逃げてみなさい。隠れてみなさい。力を貸して。好きにして。やっつけちゃって。逃げてみなさい。女王様、お願い。簡単すぎるわ。好きにして。丸見えだわ。俺が相手する。力を貸して。負けない。そうだ、ありがとう。待て。うん。
大丈夫です。そうね。ちょっと。それが。はあ？ちょっと。違います。怒るぞ。おかげさまで今回も安全に移動できました。こちらこそ迷わずに行き来できています。ありがとうございます。とんでもありません。何かまたありましたら何なりと、ここもお好きなように調査してください。私は用がありますので、お先に。ご配慮ありがとうございます。皆さんに女神様の祝福がありますように。なんか薄気味が悪いんだよな。何がだ。あいつは教団の人間で司祭だ。なら知っているはずだろ、俺たちが大司教殺人未遂とやらで追われていること。ああ、その疑問は正しい。宣告のやり取りも含めて考えると純粋な行為ではないはずだ。その話は後にしませんか。今はリーヤさんを探すのが先です。やっぱりおかしいな。近くにはいないみたいだね。教団兵に彼女の行方を聞いてみるのはどうだ。司教の許可書を見せれば簡単に答えてくれるだろう。そうですね。では教団兵を探しましょう。